たないこと言ってた人なので、こんな中でチャチャっていくのが得意じゃない。で、バカやると思ったら一杯飲んで不適さに飲めへんのかな。飲めますけど、そんなに飲まない。一人飲んだらしない。トヨタピザでやっぱりやろ。この近辺におらへんね。あの名古屋。そうか、そこにサブスクレーサー、おりんちゃんぐらいしょうがないのか。あの、では考え方は、給料も高かったみたいです。シーフとか、そういった、九州行ったり、いろいろな天気で、転職でやってて、家から通ってて、で、卵がなくなっちゃうので、家から通わなくなっちゃうので、はじめ、シーフです。滋賀県ね、滋賀県職で過去に行って、それと県を受けて、滋賀から受けて、県を受けて、責任あらへん、滋賀やったら最後は保険で2年ぐらい取って、じゃあ次はすぐの島倉か。ああ、はいはい。それでは宇野健心の。そう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 。あれの関さんとはね。ああ。でもあの頃は4年卒業で2年大学に行ってたんです。そうなんですか。もうそれは兄さんで今おらへんの死んだけど。あ、お父さんが時代の。そうそうそう。俺は現状。そうですね。はい、さよならっていうことでね。なんか通いやすいでしょうね。もうな。まだですか。かなり近いですね。岐阜駅の南側に住んでるので。岐阜市にずっとやったら。担当決めちゃうと知らん顔される。どうや。つまり私は豚やったら鶏だし知らないってなる。あなただって豚がなんかあるんだって僕知らないよって言われるじゃん。スタジオを使うとこはあるのかな。